山に囲まれ、町の中心には土岐川が流れる自然豊かな土岐川町。そんな環境で育つ子どもたちの間では魚を好んで食べない魚離れが深刻化しています。そこで行われたのが海色給食。魚や海藻など海の幸をふんだんに使った給食を通して、子どもたちに海や魚について考えるきっかけを与えます。土岐川町の学校給食センターでは、この日町内5つの小中学校の子どもたちのために海色給食が作られていました。ここから子どもたちに海の恵みがたくさん入った給食が届けられます。献立を考えた栄養士の豆田さんにお話を伺いました。給食を作っている中で、やはり子どもたちは魚の日は特に残す子が多くて、困ったもんだなと思っていたところに、このようなお話をいただいて、これをきっかけに子どもたちが海の食べ物を好きになってほしいなと思い、いろいろな献立を考えました。それでやはり土岐川町は海がないので、また魚離れが進んでいるのかなと思いましたので、給食をきっかけに海の食べ物を食べるきっかけを作ってあげたいなと思いました。こちらは土岐川町立明覚小学校。4時間目の授業が終わり、いよいよ待ちに待った給食の時間です。海色給食のメニューは、わかめご飯、海の幸スープ、サバの香味ソースがけ、ひじきとツナのサラダ、海色ソーダゼリーと海の恵みをたくさん味わえます。配膳を終えて食べる前に、栄養士の豆田さんによるミニ学習会が、給食に使われている魚や海藻などの栄養価や海なし県埼玉と海とのつながりを子どもたちに説明しました。手を合わせましょう。いただきます。みんな美味しそうに海色給食を頬張ります。子どもたちの中で苦手な子が多いサバやひじきもみんな完食。子どもたちに給食の感想を聞きました。魚が味がちゃんと効いてて美味しかったです。もともと魚が好きだから、もっと魚をたくさん食べていきたいです。すごく美味しかったです。わかめご飯が好きでした。楽しく食べて、しかも美味しかったです。今までよりももっと好きになりそうです。あれ美味しかったです。みんながいるからもっとあれ楽しめて食べられるから美味しい。家で食べるよりもみんなで食べてるからめっちゃ美味しかったです。なんか最近ゴミとかも捨てられてるっていうのをよく聞くので、ちゃんとゴミはゴミ箱に捨てて、海や魚をきちんと守りたいと思いました。みんなで美味しく食べて、海についての関心を持つこともできた海色給食。完食したみんなには、海と日本プロジェクト in 埼玉県オリジナルのご褒美シールをプレゼント。最後に栄養士の豆田さんに海色給食の感想とこれからの展望を聞きました。いろいろ工夫して考えた献立を、子どもたちが美味しそうに、しかも全部完食してくれたところを見てすごく嬉しく思いました。給食をきっかけに、子どもたちが魚とか海の食材を好きになって、お家とかあとは外で食べる時も魚を選んでくれるような海の食材を好きになってもらえたらなと思います。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。